えてくれたものとかをなんかこれからも胸に刻んで大切に過ごしていきたいなって。常にこう私たち2期生に対してなんか自由に伸び伸び楽しくやってほしいっていうことを常におっしゃってくださってて、その言葉が嬉しかったですね。カメラが来たぞ。カメラが来たぞ。カメラ、いやーかわいい。違うの、あと4日とか言うから。まだ本番前の時間わかないんですけど、昨日のジレンマの最後、リサが去っていくとこちょっと本番泣いちゃうかもと思いました。なんかリサが楽しかったなって思えた7年間であり、今日がそんな日だったらいいなと思う。新しい2期生のセンターをこう横で支えるっていう立場を経験したのがリサと私だったので、同じ思いを持ってるっていう心強さがすごくありました。リサとめっちゃ愛されてるなって、なんかこのラストライブに向かうまでのメンバーのなんか雰囲気だったりとか、なんか見てると本当に愛されてるなって。後ろ姿を見納めだなって思いながら、パフォーマンスすることができました、振り返れば振り返るほどすごくこれまでの活動だったりとかがキラキラと輝いていたので、離れたくないなって、それぐらいグループのことが本当に本当に大好きだったんだなっていうのを改めて感じました。